ジェンダーレスエイジレス、体ボンレス、グラリオサ男です。ワイザイマー。はい、ということで、いつも見てらっしゃる男友達はちょっとびっくりしてるかもしれません。いつもは、ソファーのところに座ってみたいなところ、今日立ちでやってるんですけども、それにはなんと理由があります。TikTok、もう確実に流行ってるもんですから、面白株式会社になるからやれっつって、つまんない有限会社だ、面白株式会社だ、つまんない有限会社だっていうやり取りを繰り返して、こうなったっていうことでやってみることにしました。一番ポピュラーなのが誰でもダンスじゃないですか。だからまずはそれから行ってっていう感じでやってみたいと思います。あ、これね。あ、知ってる知ってるこれ。この動きね。なるほど。これで、これよね、なんかこう。割るの字ですよ、割るでしょ。そうか、こうなんか早くしたり遅くしたりできるのか。それでじゃあ例えば2倍ってすると、じゃあちょっと待って、2倍だから遅くなるのか。いや、違う、出来上がった時に早くなるってことか。うん、セルフィーみたい。あ、3、2、1来た。ちょっと流行る意味わかるわ。うん、これ楽しいわ。はあ、人とは思えないスピード。なんかこう尋常じゃない化け物的な感じになってるから、わしにはぴったりの、いいんじゃないこれ。もう一個ぐらい言っときますか。じゃあよく聞くのはあれね、全力〇〇。今度は全身じゃなくて顔だけのパターンで行ってみたいと思います。はい、続いては全力〇〇なので、ちょっと顔のアップっていう形になるから、いつものスタイルに、戻しました。顔なのでやっぱりこのサングラスとキャップじゃあちょっと分かりにくいから、ちょっと恥ずかしいですけど素顔で行く形にします。はい、恥ずかしい、本当恥ずかしい。やっぱりメイクしてるといえど、なんかこう恥ずかしい。まあでもウンコスプレーの時に多少なりともね。じゃあこれで行ってみたいと思います。全力まるまる始めるよ、ね、全力笑顔、笑顔、全力決め顔、決め顔、全力真顔、真顔、全力変顔、変顔、全力おこ顔、おこ顔、全力泣き顔、泣き顔、最後は笑顔で、はい、チーズ。あー、なんか素敵ね。最後は笑顔で終わるっていう、なんかこう平和な感じ。やっぱり何でもそう、やっぱり最後は笑顔で終わりたい。うん、最初笑ってて泣いて笑って終わる、なんかこう松竹新喜劇のような。うん、いきますね。じゃあ全力まるまる始めるよ、全力笑顔、全力決め顔、全力真顔、全力変顔、どうだ。全力まるまる始めるよ、全力笑顔、全力決め顔、全力真顔、全力変顔、全力おこ顔、全力泣き顔、最後は笑顔で、はい、チーズ。なるほどね。全力まるまる始めるよ、なんか、なんかそのなんか振り幅が少なかったかな。最初の笑顔と終わりの笑顔は違う風にしたい。やっぱり昔の私じゃなくなって、いろんな経験を積んで強くなった私の笑顔っていうコンセプト。
クオリティを求めたい、なんかこうちゃんとした作品にするためには自分の顔を完膚なきまでに叩き潰したい。やみつきなんだよね。全力まるまる始めるよ。そうね、そうなのよね。全力まるまる始めるのよ。うん、人生ってそういうもんよ。じめるよから、じめるよって。ちょっと待って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 、ちょっと待って。だよね、うん、ちょっと止めたいのよ。そうよ、全力なんねー。まーす。悔しい、なんか悔しい、なんかこう、こんなもんじゃない、わしはこんなもんじゃないっていう感情が溢れてる。最後は笑顔で、はい、チーズ。オッケー。全力まるまる始めるよ。もう全力まるまる終わったよ。全力まるまる終わったよ。この全力顔の方も、TikTok と、連動してという形なので、これを見ていらっしゃる方は、そっちの方も見てみてください。あと、なんかこう、なんだろう、さっきやってた、そのなんか、知らぬ間に始まった系のやつも、ちょっと一応、あげようかな。うん、っていう感じで、初 TikTok、ちょっと燃えちゃいました。うん。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。男友達のみんな見てくれてありがとうござ。インナーマッスル、オーツーカーレース、サマーデイズ、バイザイマー。これよね、なんかこう割るの、自分の顔を完膚なきまでに全力なんね。最後は笑顔で終わりたい。